はい、工房節の長田です。くさびと書いて節と読みます。はい、こちらね、受付のとこです。はい、こちらのトレイね、はい、皆様にお渡しますので、ペンを30分選んでる間、はがきをね、この中に入れてね、30分選んでもらって、これをまた僕の方に30分タイムが鳴ったらね、渡してください。そしたらね、これ僕の方に渡したら、あの次の方すぐ入りますので、あのみんな外でちょっとお待ちくださいね。で、一人一人呼びます。スタッフがいますので、呼びますので、よろしくお願いします。ちょっと入れ替えがね、ごちゃごちゃ、特にあの付き添いの方とかもね、ちょっと広いので入ってもらったんですよ。なので、その時のちょっとごちゃごちゃがあの気になりましたので、もうちょっとスムーズにいくと、次のお客さんね、あの気がせってますのでね、はい、もうちょっとうまくいったらなと思いますので、明日明後日のお客様よろしくお願いします。はい、新ケースですね。はい、まだまだありますので、よろしくお願いします。今回新ケース動きが鈍いかな。うん、まあ残ってくれればまた次のイベントに持っていけれますので、はい、今回はスタビが少し動きました。シアメースもちょっと減りましたね。はい、下の方からいきましょうか。ケヤキの縮みもクで、下の方に来たアメリカのクス、そしてもうごめんなさい、1万6000円の仮の紅白はございません。1万3000のものがずらーっと並んで、まあ、ブルットがラスト2本で、隣が下に来ましたブライヤーです。で、リングギジーがいて、まあ、ちょっと2つね、あの木が変わったやつがあるので、見比べて気に入っていただければ、ここにね3つじゃないんだ、4つの木があるんでね、また比べてください。で、チューリップと1万6000円で、アオシャンローズとバーザイがいて、タスマニアンブラックとして、まあ、ぽちぽち動いてます。デザートアイアンウッドですね。はい、形のいつもと違う、カリンのコブ木、ケヤキンの縮み木。はい、ピンクアイボリーで、はからんながら数1、変わり木のシアメースですね。はい、で、まだまだあります。ローズウッドのコブ木、コールウタ。アカシアのコブですね。まあ、ゴールデンアカシアだと思います。スタビかかってます。はい、ケヤキの、あ、ケヤキじゃない、カリンの縮み、黒柿で、カリンのリボン木、バーザイローズットですね。はい、で、桜、カエデ、ウルルシで、ケヤキ、はい、セイロンサテン、ウッド、レッドガム、カリンのコブ木、ジンダイ、ケヤキ、一本だけ、お前は何？あ、ハワイアンコアだ。ハワイアンコア。ハワイアンコアちょっと下に置きます。はい。で、シーオーク、ジンダイザクラ。あー、ないって言ったけどあるじゃん。ごめんね、今日のお客さん一人、ジンダイタモ。ないって言っちゃったけどあった。ごめんなさい。僕の記憶違いありました。もしこれ動画を見てね、来たら、あの買っても大丈夫です。僕が嘘つきましたので、あの残ってる間に来てくれたら、あのお買い上げできますので、はい、シマックは、はい、マカデミアナッツ、ケヤキですね。上もケヤキ、はい、ブラック&ホワイトウェブに下に来ました。あの3段目の上ね、遠くて届かない人多いのでね、全部下に来ております。アフゼリアですね。はい、まあコルタもね、まだまだあります。はい、人大ならもう2本ですね。はい、ルーチェペがなくなっちゃったかな。人大ならね、やっぱ渋くていいっすよね。はい、こんな感じですね。はい、というわけで明日土曜日ですね。はい、明日土曜日、2時半までのお客様ですね。はい、後で言いますが、マネ数とか見たいお客様は早めに来ていただいて、先に見ていただくこと可能です。はい、ではでは、ま、あとは今日のやつ見といてもらって、明日ね東京ペンションすぐ行くのでね、動画見れません。まあ、こっから減っていくって思っていただければいいです。ただ明日あの
2時半までなのにそんなに組数がありますので、そんなにめちゃくちゃ減らないと思いますので、ね、日曜日のお客様、はい、この動画見て確認してください。よろしくお願いいたします。